果てなるに最悪の知らせ、中盤の心臓ライスが負傷離脱。アルテタ監督は、デクラン・ライスが負傷した木曜日に彼を評価して、チェルシー戦に間に合うかどうか確認する必要があると認めた。え？ライス嘘やろ？怪我？ライスが怪我でインテル戦へ帯同せずか、ただ重度じゃないってことでなんとかチェルシー戦出れる状態でいてほしい。キャプテンが帰ってくるっていうのにまた誰か離脱は本当に嫌だよ。ウーデボール帰ってきたのに今度はライスが負傷ってショックがでかすぎる。ウーデボール復帰を喜んでいたら今度はライスか、勘弁してくれライスは打撲でインテル戦欠場か、インテルみたいな相手には特にいてほしい感じはするが、ウーデボールも戻ってくるしこの離脱が今後にどう影響するか。ライスの最近のパフォーマンスならトーマス、メリーノ、ウーデボールの方が機能しそうではある、何もないといいが。もともと、ライスやパーティー、メリーノでうまくローテーションして負担を軽減させるプランだったのだから、このインテル戦がライスお休みでも何ら差し障りないはず。ウーデ復帰、ライスが欠場見込み、エブ対談、冨安誕生日としばらく見てない間にいろんなことがありすぎた。アーセナルの怪我人の多さは、クラブ施設やメディカルの問題だったりしないか？アーセナルはフィジカルメディカル担当を変えた方がいいと思いました。この状況はもう言い訳できんだろ。指揮の医療部隊でさえ崩壊してるんだからメディカルの責任というより過密日程が諸悪の根源。悪いことしか起きない。